全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回はですね、先日ご紹介させていただきましたこの名もなきランタン、こちらです。ここにヤッキーと書いていただいてます。で、これは皆さんご存知ゴールゼロのライトハウスマイクロフラッシュ、これを装着するランタンシェードなんですね。その名も名もなきランタン暁。装着したままスイッチが入れられるタイプですね。で、これ実はこういう名もなきランタン用のカラー缶っていうのが売ってるんですね。ゴールゼロのアンバーグローブみたいなもので、ゴールゼロのアンバーグローブつけたまま装着することもできるんですけど、太さがギリギリなのでアンバーグローブ傷ついたりすることがあるんですね。なので専用のカラー缶使った方がよりいいんですけど、このカラー缶ちょっと今回は5色全色買いましたので、こちらをそれぞれ装着して見てみたいと思います。で、もともとねピンクしか持ってなかったんですけど、今回はさらにね4色追加させていただきました。で、一応色がクリア、オレンジ、ブルー、グリーンで、前から紹介させていただいているピンクですね、この5色これをそれぞれねつけてみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルも合わせてよろしくお願いします。はい、というわけでまず何もつけてない状態でこの名もなきランタン暁をつけるとこんな感じです。これはこれでねいいですよね。で、ここにクリアをつけます。で、こういうねリングを一緒につけてあげるとこんな感じでねつきます。はい、こんな感じです。で、クリアはそんなに見た目変わんないんですけど、よく見るとここがねクリアのカラー感がついてるんで、ホヤみたいになってより高級感が増しますね。で、一応このクリアに関してはそれぞれで何かここに書いたりとかっていう楽しみ方もできます。なんかクリアステッカー貼ったりとかしてもいいかもしれないですねっていう楽しみ方ができるのがこのクリアですね。で、次オレンジ、まあアンバーグローブとしては一番有名な色、そもそもねアンバーグローブっていうのが、アンバーっていうのが琥珀っていう意味なんですね。だから琥珀の色っていうので、このアンバーグローブってこのオレンジなんですね。で、アンバーグローブっていうのはもともとは光に虫って集まってくるんで、虫が寄りつかない色、虫が見えない色に変えてしまうという意味でオレンジにしてたんですけど、それがすごくおしゃれということで人気になって、このアンバーグローブどちらかというとおしゃれでつけるような人が増えていったっていうのがこのオレンジですね。やっぱオレンジがね定番ですごくいいですね。しっくりきますよね。はい、こんな感じでオレンジは一番ランタンらしい色になりますね。で、次、今までもね何回か紹介させていただいているピンクですね。ピンクはね魔法チックな色になるし、見ようによってはねなんかねピンクになるので、ちょっとエチエチな感じにもなります。僕はこのピンクが好きなんですよね。なんかかっこよくないですか。魔法アイテムみたいでねいいですよね。で、次ブルーですね。で、ブルーはアンバーグローブとかでもオレンジの次ぐらいに人気のカラーですね。ブルーで、ブルーはなんかすごくおしゃれですよね。なんかこう品のある感じという、光を青にするだけでぐっとおしゃれな雰囲気になります。で、そもそもランタンというのは一つは明かりとして使うんですけど、もう一つはやっぱり癒しとして使うので、やっぱ青っていうのが癒されるんですよね。色として人を落ち着かせる効果があるので、なので青は美しいだけじゃなく、おしゃれだけじゃなく、心を落ち着かせる効果もあるっていう色です。青はこんな感じで、最後グリーン、グリーンもね癒し系の色ですよね。これもねすごくおしゃれでいいですよね。結構ね僕はまあピンクが好きって言ってきましたけど、他の色もすごく良くて、本当言うとこの名もなきランタン全色並べたいぐらいなんですけど、まあ、ちょっと高級品なんでね、そんないっぱいはちょっと僕お小遣い制なんで買えないということで、今回1色ずつ見てもらいましたけども、最後ねこんな感じで一度に見てもらいたいと思います。どうぞ。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。